大仏殿万代獄祖とは、人形浄瑠璃の作品の一つ。五段続、享保十年十月に、大阪豊か畜座にて初演。西沢一風、田中千流の合作。後に、その三段目が、浄化劇屋島日記の一部として、文楽と歌舞伎に伝わり上演されている。通称、日向島。平家が、壇の裏の合戦で滅亡した後のこと。 右大将源頼朝は、畠山重忠をはじめとする家臣たちを引き連れ、鎌倉の鶴岡八万宮に参詣していた。そこに、水穂や四郎国寺が、平家の侍だった阿波民部重吉を連れて、頼朝の前に出る。重吉は、数々の平家の長宝を頼朝に献上し、頼朝は重吉を、源氏の武士として仕えることを許す。近似する畠山重忠は、 重吉の器量を難じ重吉を推挙した水穂屋と口論になるが、頼朝は双方を控えさせる。頼朝はさらに、かの悪七兵衛過激世が所持していたアザマルという名刀について語ると、水穂屋はアザマルが段の裏の戦いの時、過激世が海中に誤って落としてしまったことを話し、しかし今もどこかに潜伏する過激世は、自分が捉えてみせると頼リに訳す。 悪七兵過激よは、平家の恩を受けた、終わり国厚田ジングルの大宮寺通り夏の元に身を寄せており、通り夏の娘白優とは夫婦になっている。二人の間には四竹という娘がいたが、女の子では、まさかの時に足手まといであるとして八年前、四竹が二歳の時その身柄を馬に預け、別れて暮らしていた。針仕事をする白優のところに、 白雄の母が訪れ話をする。過激雄は近頃、行き先を告げずに毎日出かけており、今も留守にしている。もしや、自分の他に、女ができたのでは、と白雄が嘆くところに、水穂や白が過激雄を捉えるため大勢の手下を、引いて、館に踏み込み、家探しさせるが過激雄は見当たらない。そこでその行方を白状させようと通り夏を引っ立て、拷問するというので、 白雄は過激夜は自分が逃がしたという。それを聞いた水穂屋は嘆く通り夏たちを後にして白雄を縛って連れて行く。暑田に近い鳴海の浜では漁師たちが沖引き網で魚を取ろうとしている。そこに白雄を連れた水穂屋がやってきて、手下に命じて海の水で白雄を水攻めにし、過激夜の行方を正すが白雄は答えない。しかし白雄の様子を見て欲場した水穂屋は、 縄目を溶かせて白湯にしなだれかかった。その時漁師たちが網を引くと、大きな深が網にかかっていた。その深の腹を裂くと一振りの太刀が出て、放火無理をして、漁師たちと網を引いていた男が太刀を奪う。この男こそ過激よ。深の腹から出た太刀とは以前弾の裏で、過激よが落としたアザマルであった。過激よは、以前より、白湯にも言わずアザマルが見つかるようにと、 熱田神宮でガンをかけていたのである。水穂屋は過激用を捕らえようとするが過激用に、手下ともども痛めつけられ、過激用と白雄を残し方法の手で逃げ出すのであった。ここは、東海道、清見寺宿の近くである。ここまで逃げてきた水穂屋だったが、聞けば、頼朝公がこの道を通るという。頼朝は、奈良東大時代仏殿の落慶供養に三列のため、奈良へと向かう途中であった。 水穂屋は過激を逃した言い訳を、頼朝公に何と言えば、と悩み、頼朝の先触れとして通りかかった、千葉つめや梶原わ時、かげとき、畑山重忠ただに口添えを頼むが、いずれもにべなく、断られた。そうするうちに、頼朝を乗せた虎が通りかかり、頼朝は水穂屋と対面する。過激を逃したことに言い訳しかできない水穂屋、これに頼朝は激怒し、 水穂屋の所領を没収の上、追放の処分を言い渡した。頼朝は再び腰に乗り、奈良への道を急ぎ、老人のみとなった水穂屋は気落ちして立ち去る。奈良の東大寺大仏殿は、かつて平家が奈良を攻めた際に消失していたが、その再建がなされ、大仏殿の落慶供養が行われた。それが済むと、多くの庶民たちも参詣し、大仏殿の近くに建てられた屋には、 よりともが直死、直視、冷静高房とともに休息している。そこへ慌ただしく警護の武士が駆けつけ、幸福寺の首都と称する者がよりともに申すことありと、暴れているという。やがて、裏頭頭巾で顔を隠し、今朝頃もの下によろを着込んで大立ちを履いた者が、よりともの前に現れるが、それは、過激世であった。過激世は、平家のあだとよりともに近づき討とうとするが、 最後は、重忠ただの家来、い、田ん郎や、慶いの武士たちに取り押さえられる。捕らえられてもなおよりともに恨みを述べる過激よ。よりともは恨みを捨て自分に使えるようさとし、自分の着ていた装束を脱いで過激よに渡す。すなわち、進むのよゆずるの例に習い、それを自分の首の代わりとせよという心であった。そして、過激よの縄目も時たちも返した。 寛大な頼朝の態度に過激世は感激し、頼朝の装束を刀で裂いて、恨みを晴らす。しかし畑山重忠の姿を見ると再び怒りに、駆られた。重忠も元は平家に仕えた侍で、それが今、源氏のろを受けていることに怒りを覚えたのである。これではいけないと過激世は、人を見て、怒りに駆られないようにと自らの両目を刀でえぐった。この様子を見た頼朝は、 寒類し、過激をはたちを杖代わりにして、歩みその場を去る。東海道の途中定津の宿に、花菱屋という友情屋があった。そこに、肝入りのスケジ夫が、十三四になる若い娘を連れてくる。娘はこの花菱屋に身を売りたいという。花菱屋の長とおかがその訳を問うと、娘は次のように語った。自分はこれまで母親と共に暮らしてきたが、 その母が10日ほど前に亡くなった。ところが今はの際にその母が語ることには、実は自分は母ではなくウバであり、幼い頃に実の母親から預かって育ててきた。そして実の父親は大名にあたる身分の侍であると。また実の母はすでに亡くなっており、父は盲目の小敷となって、今は日向国の宮崎にいるという。乳母の死後。 盲目の父親が兼業というくらいを得れば、何、不自由なく暮らせると、座頭から聞いたが、それには大金がいるらしい。その大金を得て、父親を助けるために好みを売るのだと。情け深い花火師屋の長はこの話を聞いて涙し、娘を友女として抱えることにした。そして大金を娘に与え、まず日向に行き父親に直接会って金を渡してくる、ことを許す。 娘は喜びすぐに、日向へと出立することになり、その付き添いとして、スケジ太夫が同行する。スケジ太夫と共に娘は、船で日向へと向かう。鎌倉や京の都から遠く離れた日向国の宮崎。土地の女たちが茶を積みながら、この土地で暮らす盲目の過激世のことを噂する。過激世は、姿も以前と変わりや背を揃え、粗末なわらごやに寝起きし、 土地の人々の情けにすがりどうに隠らしていた。過激夜の首からかけた包みの中には、シャレ神戸が入っている。それは、平野の茂森のシャレ神戸であった。今日は、その、茂森の命日とて、過激夜はシャレ神戸を、岩の上に置き、備え物をして排した。そして、平家の昔を思い出し嘆くのであった。七畜と、スケージ太夫が日向に到着する。 盲目の過激世を見た糸竹は、話に聞いた父方すがろうとするが、今の身の上を恥じた過激世はそれを杖で追い払い、自分は過激世ではない。過激世は、去年亡くなったと嘘を言い小屋に入った。それを本当と思い嘆く糸竹。せめて父の墓に参ろうと、助ケ太夫と共にその場を去ろうとする。そこに、里の人々が通りかかり、過激世は、死んでなどおらず。 糸竹たちが先ほど尋ねた盲目の小敷のことだと教えた。糸竹たちは里人たちに連れられて、再び過激世のところに戻る。里人の一人が小屋の中にいる過激世に向い、過激世はいるかと声をかけると、過激世が怒りながら出てくる。先ほど、娘と名乗る者が来たが、今の身の上を恥じて追い返した。それをまだ、過激世と呼ぶなどとは、 娘も含めこの世のことは思い切った我が心を乱そうとするのかと。それを聞いた糸竹は過激世にすがりついて泣き、盲目の父も今は娘を引き寄せ涙ながらに我が子の顔に触った。スケジダユルは過激世に、四竹は相模国の裕福な王白将の嫁となり、今は幸せに暮らしている。その婿の親が過激世のことを聞き、権量の位を得させるための大金を糸竹に持たせて、 ここまで来たのだと話した。これは四畜が、実は身売りをして、大金を作ったことを隠すための嘘である。だがそれを聞いた過激よは、百姓の嫁となるようなものは、自分の娘ではないと怒り出し、小屋からあざまるを持ち出し投げつけた。その剣幕に糸竹も付け自在も、あざまるを持って、帰りの船に乗り込まざるを得なかった。しかし実はこれも、娘が、自分に、 いつまでも心を残さないようにとの過激世の心遣いであった。船に乗った糸竹とそれを見送る過激世は互いに別れを惜しみつつ、船は船着き場から出て海の彼方へと消えてゆく。後にはスケジ太夫が残した大枚の金、そしてふばがあった。ところが糸竹たちを案内した里人にふばの中の書状を読ませると、なんと糸竹が過激世のために自らの身を売って、 大金を作ったことを綴っている。過激世は驚き船を返せと叫ぶがもはや手遅れ。これも、邪見法一な平の清盛に仕えた報いかと、あまりのことに泣き叫んだ。そんな過激世に、里人たちは声をかける。実はそれらは頼朝が鎌倉から使わした各締め付け、天野の素郎と土屋の軍内という侍で、過激世のことを普段から見張っていたのである。天野たちは、 錦の道復を出し、過激夜は、頼朝公に基準したと言って都会戦を招き寄せると、それに過激夜を乗せ出発するのだった。花火師屋の抱えとなった糸竹は、名も浅妻と改めて、越で評判の遊女となっていた。揚げ屋の幾田屋に二人の侍が来て、浅妻にすぐ会わせろという。 幾多屋の亭主は、浅妻には他に選客があるのでと一旦は断ったが、侍が金を握らせるのです。それではと、浅妻にすぐ会わせることにした。一方、浅妻は、畑山茂忠の息子、小六、老茂春と深い仲となっており、茂春は、今日も、幾多屋で、浅妻が来るのを二階座敷で待ち焦がれている。その茂春を待たせて浅妻が、 亭主の案内で二人の侍の前に出ていた。侍の一人が顔を隠していた頭巾を取ると、実はそれは、厚田の大宮寺通り夏の妻で白優の母、すなわち、浅妻の祖母であった。今一人は、別称だ八という大宮寺家に仕える若者である。祖母は、浅妻こと四地区がこの手、越で遊女になっているとの話を通り夏から聞き、やってきたのである。浅妻は驚き。 祖母と巡り会いたことに互いに嬉し涙を流して、話をするのであった。しかし祖母からすぐに見受けしてやろうと言われた浅妻は、まず茂春にそのことを相談しようと考え、すぐに見受けするのを松すよ頼み、茂春の元に行こうとした。ところが、浅妻が祖母と会っているのを二階でハゲから聞いた。茂春は、浅妻が他の男に死なだれていると勘違いする。 朝妻が二階座敷の重春の元に来るが、重春は朝妻が他の男になびいたと怒り、朝妻に乱暴する。一階でその物音を聞いた祖母と、うふとし八は驚き、うふとし八は二階に上がって、重春の乱暴を咎め、朝妻も事情を話すので、重春は乱暴したことを浴びるのだった。祖母と、うふとし八は一旦漁宿に帰った。牛蜜時の幾田や、 浅妻は、重春と共に2階で寝ている。その1階に忍んで現れたのは、水穂屋ヤ四郎であった。浅妻が、ア丸の太ちを持っていると聞いた水穂屋は、それを奪って、よりともに献上し自分の追放を解いてもらおうと、考えていたのである。幾田屋にはすでに水穂屋の家来、サ介と国八が、客として入り、浅妻たちの様子を伺っていた。 二階座敷に忍び入った水穂屋主従、水穂屋が、重春たちに声をかけると重春は里助、国八と刀を抜いて切り結び、その隙に水穂屋が、あざまるを奪って逃げ出す。水穂屋と里助、国八は、屋根伝いに逃げ、重春と浅妻は、水穂屋を追う。重春は里助を切り捨てたものの、水穂屋と里助は、屋根から降りたのでそれを追い、 浅妻はよろけて屋根から落ちてしまう。幾多屋ではこの切り合いに気づき大騒ぎとなり、校長鎮の明かりが辺りを照らす。この明かりにうろたいた水穂屋と、国八の前に茂春と浅妻が現れ、茂春は国八と、浅妻は、水穂屋と切り結ぶ。国八は切り倒され、水穂屋も手を負わされるが茂春と、浅妻も手を負い、しまいには、近くの泥谷三人とも転げ落ちた。 そこへ、本田次郎と幾田屋の亭主が、祖母と、うふとし八を堂々しやってくる。茂春と浅妻は解放され、本田次郎は、浅妻に、過激よが、頼朝公に基準し、今は、茂忠の館にいると知らせた。喜ぶ浅妻。そして重ね重ねの恨みだと、うふとし八が、水穂屋を泥田より引き出し、その首を引き抜き打ち取るのであった。 朝妻はなお再び糸竹と改め、重春のもとに嫁入りすることになった。今日は、重忠の館で重春と糸竹の婚礼が行われている。父親である影清や重忠、七畜の祖母や歌い八も来て皆、重春と糸竹の祝言を喜ぶ。そこへ頼朝からの上司として、阿波民部重吉が訪れた。重義は頼朝が影清に領地を,地を与える旨を聞かせるが、 その時、盲目の過激を侮辱する言葉を放つ。過激をは怒り、受け取った、治療状をビリビリに破って、重吉を捕まえその首を引き抜いた。頼朝からの上司を殺してしまったことに重忠は、慌てるが、過激をは刀を抜くと、自らの腹に突っ込む。さらに皆は驚きしちくも嘆くが過激をは、娘を、遊女のままでいさせてはと思いこの鎌倉まで来たが、それも、 茂春殿との縁組が整えば、この世に思い残すこともない、もう自分を親とも思わず、衆との茂た殿を親と思って使えよと言い、茂森のシャレ神戸を出しておしいただくと、刀を引き回して腹を切り、果てるのだった。平家滅亡後なおも、源氏への恨みを忘れず、源の頼朝の命を狙ったという伝説の人物、悪七兵影清。この、影清のことについては、 古くより芸能で扱われ、洋曲の大仏供養や歌劇用などをはじめとして、浄瑠璃や歌舞伎にも取り上げられている。大仏伝万代極祖もそうした作の一つであり、先行作である、出世、歌劇用やと左折の鎌倉袖日記などの影響を受けて書かれた浄瑠璃である。この大仏伝万代極祖の三段目は、明和元年10月に豊武座で上演された五段、 続くの浄瑠璃、浄歌劇用屋島日記の三段目にほぼそのまま取り込まれており、それが後の文楽や歌舞伎にまで伝わった。歌劇用の話には、歌劇用が東大寺で頼朝を襲おうとする場面と盲目となって、日向国で暮らす歌劇用のもとに、娘が訪ねてくるという二つの主要な場面があるが、後者が現在にまで残ったことになる。 幼い頃別れた父を助けようと我が身を売る娘と、それまで妻子のことなど忘れたかのように生きてきた父親が再会し、父は我が子のことを思い涙する。日向島の歌激用の聞きどころ、見どころの一つと言えよう。三段目、日向島は、用曲、歌劇用を腰としており、歌激用の登場場面の、消門一人平時て、年月を送り、というくだりなど、 幼極から支障を取った部分もある。ただし、幼極の、過激世では、過激世が、娘の所簿により、美穂の谷とのこ頃を引きを物語り、その後娘に後世を頼み別れて終わるが、大仏殿万代獄その、日向島は隠し、目付の天野と土屋に、過激夜が、都会船に乗せられ、鎌倉へと向かうところで幕となる。上過激夜や島日記ではさらに造歩がされており、 天のたちが過激を船に乗せようとすると、見ホの谷が現れ、盲目の過激をに勝負を挑むが打たれる。そして、過激をたちは船出するが、現行の文楽では、見ホの谷との下りは省略される。また、ジョー、過激をは、過激をの娘の名を糸だけではなく、糸炊とし、過激をが首から下げた袋に入れているのは、重ゲの位牌で、 浄瑠璃の本文では過激世が重ゲ森の遺灰を灰するようになっているが、文楽の舞台では遺灰と共にシャレ神戸も出している。文楽では、日向島は大局とされ、独特な演出がある。舞台に青竹の手すりをつけ、太夫の用いる剣台は白木、また、ろうそくの明かりを出す。過激夜の人形においても、この演目のためだけにあつらえた過激夜という頭や手足を使い、 頭にはちりめんを貼る。どうも、ガキ道と称する特殊なものである。歌舞伎では、三段目の、花火師屋や、日向島が、完成の頃より、舞台に取り上げられているが、高架五年正月、江戸中村座にて、月売節歌劇用の下いで、日向島が上演されている。三代目、桜田地助の作、四代目、中村歌右衛門の歌劇よこれは、 三穂の谷との立ち回りから、観音の霊言により、過激夜の両目が見えるようになったり、過激夜が船にある牢に一旦は閉じ込められるも、それを破って暴れる、牢破りの過激夜などの趣向を加え、さらに最後は、畠山茂忠が出てきて、過激夜と再会を訳しさらばさらばで幕になるという、造法をしたものである。四代目、歌え門の養子四代目、中村士官も、この造法がされた。 日向島の歌劇用を務めた。歌舞伎の日向島は近代に入ってからは上演が途絶えた時期もあったが、昭和16年に二代目、実家は炎尺が歌劇を演じ、戦後は初代松本白鸚や玄中村吉右衛門が演じている。ありがとうございます。